ハッピーラッキーチャンネル、今回は、はい、ミスタードーナツの、おすすめベスト3を買ってみたー。よいしょー、これはいいですね。どうですか。いや、もう見たことないもん、 YouTube で、うん、ミスタードーナツをめちゃくちゃあるだろ。見たことないよね。これいい企画だね。ニコニコ動画の時代からやってるよ、これ。美味しいものを食べれて、さらにみんなをこう見れるというね、うん、素晴らしいんじゃないですか。ありがとうございます。はい。2人ともミスタードーナツ好きですか。もう大好きです。週2、3は食べてるんじゃないかな。週2、3、計8個ぐらい。おお、うん、2個ずつぐらい食べてる計算で、もうほとんどミスタードーナツ太りですから。もう様々です。僕は週7ぐらいです。もう毎日朝昼晩ミスタードーナツで、21食21食というか、もう爪は全部ミスタードーナツで。爪胃袋とかじゃなくて、うん、爪が、はい、最高です。ということでね、はい、ベスト3、うん、ということなんで、お互いじゃあ、はい、食べていきますか。わかりました。ハッピーラッキーチャンネル。じゃあ塚田さん、はい、ベスト3の第3位は、でけ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 でん、こちらです。エンゼルクリーム、エンゼルクリーム、エンゼルクリーム、こちらです。食べてたんだよね、エンゼルクリーム。名前出てきてなかったけど、最高なんですよね。名前中にね、もう生クリームがもうたっぷり入ってて、まあいつもだったらこれを買って一回冷凍庫で凍らせてから食べる、冷凍庫で、はい、冷凍、カチカチにならない。だからそう、アイス感覚でこう、あ、そうなの。そうそう、アイスケーキみたいな。冷やすんじゃなくて、もうあれな、凍らせるんだ。これ凍らせるの。ミスタードーナツのホームページにもう書いてある、凍らせるみたいな。カチってならない。カチってならない。もうあの、なんだろう、クッキーサンドみたいな。へ、ああ、めちゃくちゃ美味しい。中の生クリームも固まって、うん、いつもと食感とは違うという、食べるんですけども、今日はちょっとそのままお行かせてもらいます。そのままでも美味しいんでね、十分。いただきます。うわ、うまそう。何これ、合ってんのかな、毎回これ歯型のところがするやつ。クリームの量見て、これ、こんな入ってんだよ。確かにこれでいいね。めちゃくちゃ美味しい。うわ、いいなあ。これ凍らせないのもいいね、やっぱね。いつも凍らせてるから、久々に食べたけど凍らせてないやつ。へ、うん、もうほぼほぼ生クリーム。ああ、スタッキー、シャイハッピー、最高だよ、ほんとに。いいですね。一番いい時間だよ。うん、まっ。うわ、うまそう。私大丈夫、いいよ。大丈夫、これはだっていっぱいある。そうか、うん、このあっちには手とかあったの、私。毎回半分食べてあっちに全部渡してるけど。犬2匹。ハッピーラッキーチャンネル。じゃあ僕はですね、はい、第3位は、はい、ポンデイチゴのブラックサンド。おー、これはもうね、1年くらい前から食べてますね。ずっとこれ、もう行ったらこれで食べまくって。期間限定商品でしょ、これ。え、1年まだないんじゃない、これ。この何週間しかない期間限定商品。ほぼね、ほぼね、食べ過ぎて、回数で言ったらもう1年前ぐらいから食べてるぐらい、1年分ぐらい食べてるみたいな。そうそうそう、見たことないけど、ブラックサンダーとコラボしてるんだ。この上にブラックサンダーが散りばめられてて、うんうんうん、ポンデリングの上に乗っているというやつです。これはいいね。これミスドはね、期間限定結構人気だからね。ゴディバとコラボするやつとかさ、超行列するもんね。とか言ってる。ハロウィンのコラボですかね。ほう、ハロウィンコラボ。ほんと書いてあるよ、ハロウィンのハロウィンミスド。おお。白いブラックサンダー対イチゴのブラックサンダー。黒いブラックサンダーは対決しないんだよ。黒いブラックサンダー、何それ。あ、それないんだ、シンプルにチョコの。ああ、それ違うんじゃない。違うんだ。白とイチゴの多分この 2個かな。2種類なんだ。3種類。え、なんか3あるじゃん、やっぱり。黒が主に、黒がメインでしょ。はい、どこにあるの。何にも知らないじゃん。はミスタードーナツのこと。俺1年前から食ってるよ、このブラック。ないんだって、1年前に。それ
期間限定なんなんだ、ないって1年前のハロウィンもこれだったのか。春夏は食ってる春夏がないんだって、このハロウィンに限らずずっと食ってねえ、ゲストさんないんだずっとありますよね、今の限定商品あんだって。ハッピーラッキーチャンネル、ハッピーストラッキー、うまそうこれ。まずやっぱポン・デ・リングって柔らかいじゃないですか。やっぱその上にもブラックサンダーのサク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 感が乗ってる、うん、これの相性がめちゃくちゃいいですね。へえ。このイチゴのこのソースみたいなのもかかってて、うん、もうイチゴのソース、ブラックサンダー、うん、下にポンデリング、全部の相性がもう完全にマッチしてます。結構ザク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 と音聞こえる、ブラックサンダーのチョコが乗ってるんだ。マジでそう。うわ止まんない、大好きこれ。うわいいな、取るのか取るのかこれ。うわいいな、取るのかあんまよくない。あいただきます。いただきますって嫌なんだよこれ。ハッピーラッキーチャンネル、じゃあ、はい、僕の第2位は、うん、こちらです。でげ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 でエンゼルフレンチ、エンゼルフレンチ、さっきのがさっきのエンゼルフレンチ、さっきのエンゼルクリーム、エンゼルクリーム、これエンゼルフレンチ、エンゼルフレンチ、エンゼル好きなんですよね。あんまないけどね、実際の2つ食う人こういう時結構散りばめるけど、普段は凍らせてね食べるんですけども、さっき見たって今日はちょっとね、さっき見たよ、そのまま食べたいんですけども、凍ったことアイスケーキみたいな感じで美味しくなるんですよ。まあでもまあマジでうまそう。このまた生地がね、しっとり系のねやつでね、で中にこれは生クリーム入ってるバージョン、入ってないバージョンのやつもあるんですよ。入ってないバージョンもあるけど、これはチョコ、エンゼルの意味は何なの。これはもうあの輪っかになってるの、エンゼル。さっき輪っかになったのかな。確かに確かに超適当じゃん。めちゃくちゃ適当に喋ってるじゃん。まあ、天使のね、さっきのエンゼルはまだ効果ないじゃん。確かに確かにってなんだよ。いただきまーす。はーい。わー、うまっ。どっか行った。どっか行ってちっちゃいやつ。うまーい。一番美味しいとこ食べちゃった。ドーナツとクリームとチョコ。わー、もう全部があった。全部が入ってラッキー。うますぎる。このね、やっぱドーナツのね、全然進んでる。やばいやばい、2位だから。やばいよやばいよ、もう食感がないんだよね、このエンゼルフレンチしか。やばい、力全部食っちゃって、あ、やばい。なんだありがとうって、やめろよありがとうって言うの、そっち側。ハッピーラッキーチャンネル、僕は、はい、第2位だね。第2位は、うん、白いブラックサンダー。3位がブラックサンダーストロベリーで、あ、違う違う、3位はポンでイチゴのブラックサンダー。あ、ポンでイチゴのブラックサンダー。これはこれは白いブラックサンダーファッション。あ、ポンでじゃないんだ、さっきポンでのブラックサンダー、はい、そう知らなかったっぽい、全然違うから。今知ったじゃん。全然違います。あ、そうなんだ、ポンデのコラボじゃない。これはファッション、ね、オールドファッションの、オールドファッションみたいな、ファッションね、ファッション、多分そのファッションみたいな、わかんないけど、ファッションがこれのことなんじゃないですか、多分。オールドとかなんかチョコファッションとかいろいろあるからさ、なんか、あ、全体像、うわうわ、ブラックサンダー好きだね。3-2でブラックサンダー。ブラックサンダー大好き。ブラックサンダーが好きなだけじゃん。ミスタードーナツがどうこうじゃないじゃん。ブラックサンダー大好き。週7ブラックサンダーなだけじゃん。違いますよ。
これも1年前から、ね、食べてた。1年前じゃないんだって、だからこれあったって言ってた。ブラックサンダーはね、違う、ブラックサンダーはオールドファッションがあったの、ずっとこれが。オールドファッションもあったけど、これはないでしょ。白いブラックサンダーファッションがね、1年前からずっと食ってた。期間限定でこのスリーツーで、はい、いただきます。あんま見ないけどね。あ、うまい。うまそう。で、さっきよりもやっぱあのポン・デ・リングは結構柔らかい上に、うん、あの食感のあるブラックサンダーなんだけど、うん、ゴールドファッション自体はちょっと食感がしっかりあるから。確かに。で、その上にブラックサンダーが乗ってて、これ中にね、間にちょっとね、え、太めのチョコクリームが入ってるんですよ。チョコが結構入ってて。あ、そうなんだ。見えないね。これのおかげで、ものすごいこの、ブラックサンダーとオールドファッションの美味しいクッションになっています。おお、僕はこのクッションを枕にしていつも寝ています。あげそう。大丈夫、頭皮大丈夫です。毛量すごっ。あ、一口ちっちゃくなってきた。だーい、ハッピー、ラッキー。あー、ちょっとずつ、あ、やばいやばい、なくなっちゃいそう。あー、なくなっちゃう、なくなっちゃう。一口じゃちっちゃいな、でも気遣ってんのかな。気遣ってんのかな、これ一口ちっちゃ。あー、あー、くる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 。あー、きたー。ハッピーラッキーチャンネル行きましょうか。1位、佐田さんのこのミスタードーナツ企画、はい、記念の第1位は、うわぁ、迷うな。俺の方見てるけど。あ、そっか。どういうこと。あ、こう2人でじゃないのか。これなんでこっち、いや、いいでも全然、あ、そこしかない。でけ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 でん。カレーパー、ザクモッチドッグ。うわ、こんなの絶対美味しいじゃん。これがもう一番美味しいやつ、ザクモッチドッグカレ ー。見てこれ、ミスタードーナツとは思えない。もう、うん、ね、もう高級パン屋さんみたいな見た目で、うん、卵が乗ってて。ミスタードーナツとは思えない。高級パン屋さん絶対言わないけどね。絶対言わない方がいい。中にカレーが危ないわの発言。ミスタードーナツとは思えない高級パン屋さんのようなパンですけど、めちゃくちゃうまいです。すごい実は言いました。ミスタードーナツってね、本当にね、このおかず系がね、めちゃくちゃ美味しい。おう、ドーナツももちろん美味しいけど、おかず系のこういうちょっと濃い味のやつがめちゃくちゃ美味しい。知らなかったです。知らないでしょ。これもちドッグって言って、もちもちなの。食べる。同じことに2回言ったんですけど、今もちろん。いただきます。いただきます。うん、うん、まっ。出た、めちゃくちゃうまい。今日1じゃない、これ今日1、それは1位だから。おう、うまい、マジでうまい。え、しかったけどな。普段は凍らせるんですけど。いや、違う、無理無理無理。これやっぱ普通のもうまい。いや、凍らさない方がいいって。これ何この食感、サクサクなんだけど、すっごいパンがもちもちで、うわ、食べてみたいよ。ね、カレーが本当に美味しい、うん、カレーパンのカレーじゃない、これ。だ、ちょっとこれも高いね、やっぱね。うんうんうん、これだけ300超えするんだ。カレーうまっ、高級カレーみたいな。うわー、一度とは思えない。失礼すぎるだろ。うまっ。失礼すぎるって。お手軽だからね、ミスドが。まあ確かにね、まあ本当お手軽なミスでも高級のパン屋さんの、何だろう、どの言い方してもいい。ああ、高級パン屋さんだよこれ。マジ食べて。カレーがめちゃくちゃ美味しい。ほら、腹減ってんな。腹減ってる人の目が。めちゃくちゃ腹減ってんじゃん。カレーめちゃくちゃうまい。ね。ハッピーラッキーチャンネル。じゃあ大ちゃんの1位のミスド、お願いします。え、こっち見てるけど、こっちは俺のやつだから、それのやつだから、あと1個しかない。これ、
チョコチェロです。チョコチェロ、ブラックサンダーじゃない、プロのブラックサンダーじゃない。ブラックサンダーはね、そうです、あれも大好きですけど売り切れでした。売り切れだ、本当はブラックサンダーだじゃん。ブラックサンダーです。これです。これもうね、やっぱシンプルイズベストとはこのことだっていう。あ、意外と食べたことないわ、逆に。チュロスの上にチョココーティングされていて、うん、もうサクサク、サクサク、サクサクと言ったら、まあ俺のほぼ一緒、もうほぼ一緒なのよ。一緒だ、色もそのスタイルが。そう、俺ちょっとね、やっぱミスタードーナツはね、うん、固めが好きなんや。ほう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 、固めのチョコがもう全部好き。ほぼ一緒なのって、それは何だったんですか。それはほら、ベスト3に入ってないドーナツのこと。違う、紹介してないけど、これ、あ、これそれまだ紹介してないよ、その動画。これあの、何だチョコファッション。チョコファッション、これもう悩んだ、1位か。悩んだけど、2位にも3位にも入らないんだ。そうだね、かわいそうだな、1位で悩んで。あ、ほぼ1位でもいいんだけどね。4位ってことなのかな、じゃあ。いや、4位じゃない。え、同率1位。いや、同率1位か。同率1位ずるいだ、同率。同率です。俺も同率使いたかったぞ。同率1位で。なるほど。じゃあこっち食べていきましょうか。さっきちょっとね、ファッション食べちゃったから俺、こっち食べたいです。こっち食べたい。今食べたい方とかじゃないんですよ、これ。白いブラックサンダーファッション、ベスト3を決めるからさ。いただきます。はい。うわー、うまそう。うわー、ダーッハッピーブラック。もうだからもうね、言わずもがなです、これ。もう、チュロスの上に、もうチョコがコーティングされてる、ベストっていう感じ。イメージ通り。うん。超美味しい。そのまんまって感じだ。もうこれはもう、皆さん、皆さんの予想通りの味。ははは、そうなんだ。あんまね、1位だからね。いや、もうだから、超えてくる感じあるのかなと思ったけど。もう、これはもう、ザチュロス。おお、なかなか食べれないもんね、チュロスってね、街中で売ってないから。ミスだったらもうお手軽にあのチュロスが食べれるよっていうね、王道のチョコチュロだね。チョコチュロ、チョコチュロか。うん、チョコチュロ。うわー、いい音、カリカリって言うんだね。うん、じゃあこっちもちょっと食べようかな。あー、やっぱ同率のね、同率1位だから。はい、それはもう定番中の定番だもんね。チョコファッション、チョコファッション、オールドファッションのチョコがかかったバージョン。ダーハッピーブラッキー。アレンジバージョン。美味しい。うまっ。イメージ通りって感じ。ダーハッピーブラッキー。でも、こうめちゃくちゃうまい。あ、あー、2個あるよ、さっきのもある。あ、あ、痛い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 。すいません、すいません、すいません、すいません。やだな、なんかやだな、なんかあれみたいに、あのご飯困るとこみたいに炊き出しね、炊き出し。あんま言うな、炊き出しとおじさんがすいませんって言いながら。ハッピーラッキーチャンネル。はい、ちょっとこれも紹介しますか。こちらね、買ったし、こちらはおまけ商品の、まあこれはもうザおまけ商品。失礼すぎる。僕らのベスト3には入んなかったけども、ちょっとね、スタッフのベスト3みたいな感じになりますかね。はいはいはい、それは3位に上げてました。僕が、はい、ポンデリング、僕の3位ですね。違う、めちゃくちゃになっちゃうから。同率3位じゃないじゃん。同率3位がこの、ポンデリング。ポンデリング一番シンプルなやつですね。これも大好きですよ。とこれ、何それ。これも本当に一番好きなんです。違う、エビグラタンパイ。おお、これ同率1位です。カレーパンと、はい、エビグラタンパイが同率1位の。惣菜が好きなんだね。惣菜、これめちゃくちゃ食べちゃおうかな。あ、エビにたどり着いてない、まだ。うん、うん、いる、うん、おー、うん、まっ。
これね、俺ほんと初めて食べたの多分ね、中学生とか。そんな前からそんな前からある。学生の頃帰り道に、めっちゃ味噌行ってて、たまにはこういうの食べてみようかなって買った時に、衝撃的に出会っちゃったね。出会っちゃった。はいはいはい。それもいただいてもいいですか。で、お店だとチンしてくれるの。あっためてくれるの、これ。ほんとホクホクのグラタン。うまっこれ、めっちゃうまいよ、これ。ね、マカロニとかも入ってる中に、結構本格的な、グラタンの味がする。うまっ、めっちゃうまいよ、これ。帝国ホテルみたいな味ですね。あんま他ってそういうんだったよ。他の店。帝国ホテル、違う違う。めちゃくちゃうまい。どうするんですか、これ。これでも本当にエビグラタンから食べて、これ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ポンデリングと。うん。これファッション見せてあげたい、今。見せてあげたい、このファッション。かけだけ、かけだしました。ちょっと豪華のね、動きで。肘ボロボロなんですよ。肘ボロボロ。今月やっと給料が入るらしい。あ、今月。ああ、よかった。なんで先月入んなかったんだよ。どう？めちゃくちゃうまい。美味しい、うん、最高です。はい、じゃあ、はい、もう全員みんなお腹いっぱいということでね。はい、いいですか。それでは今回は、ブラゴーリのハッピーラッキーチャンネルのミスタードーナツ、ベスト3を食べ比べてみたでした。おはようございます。ラッキーラッキーおはようございます。